次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、唐突ですけど質問いいですか？質問？いやいや、いいけど、年収はいくらですかっていう質問はもう NG だからね、そういうのは。ちぇ、ダメなのか。本当にそれ聞こうとしてたの？嘘です、冗談ですよ。最近マスターのお話の中にちょくちょく出てくる神山高専ってどんな学校なんですか？ああ、神山高専ね。あれは人口5000人に満たない徳島県神山町で来年4月に開校する私立の高等専門学校のことなんだよね。正確には神山まるごと高専。インターネット上で名刺情報を管理する、ほら CM でも結構有名なサンサンを手掛けている企業の代表取締役社長、寺田親弘さんが手掛けてるんだよね。へえ、経営者が企業ではなく学校を経営するんですか。珍しいですね。うん、まあね、まだ珍しいんだけど、僕は実はこういうケースがこれから増えてくるんじゃないかなって思うんだよね。そうなんですか。うん、まあこれ以上はいろんな背景があるから、それを言う前にこっちを言わせてよ。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。はい、というわけで高山ちゃん、今回は2人トークということで、今回のテーマはですね、今学校経営はというテーマなんだけど、はい、高山ちゃんちなみに、まあ、滋賀出身じゃないですか。はい、そうなんです。どういう学校行ってたんですか？中学も高校も、県立の普通の中学高校だったんですけど、滋賀県立、はい、ここは草津東高校という高校に、はい、通ってました。草津東高校、名前聞いたことあるの？そうなんです。で、体育科が毎年一クラスある学校で、スポーツ推薦で入ってくる。だから草津東知ってるんだ。そうなんです。で、有名だもんね。はい、サッカーは陸上競技場、サッカーグラウンド、野球場で、水泳のあれプールが2つ、あと、あ、プール1つだったかな、で体育館2つあってみたいな。体育館2つあるの？学校だったので。野球場とサッカー場と陸上競技場が別にある、はい、別にあります。それは有名な選手とか出してるんで。そうですね。なんで最近だ と、水泳の 200m とか 400m の個人メドレーで金メダルを取った大橋優衣さんとか、はい、いたりとか。大橋選手って、はい、草津東なんだ。そうなんです。私の1個下の代の子なんですけど。後輩。はい、そうですね。それで、はいはい、まあ、さっきおっしゃってたその神山高専のお話をぜひ聞いてみたいなと思っています、うん。で、そもそも少子高齢化が進んでいて、まあ、生徒が集めるのが難しい時代に、なんでそもそも学校を経営されるとか新しく作られたのかご存知ですか？ですね、もちろん確かに今その通りなんですよ。今ね、大学全入時代なんですよね。つまり大学が募集している枠よりも、まあ、志望者の方が少ないみたいな時代だから、うん、まあ、逆に言うと教育産業って今すごく大きな曲がり角になる、なってるんですよね、はい。だからそういう中で神山高専みたいなものが出てきてるっていうのも実は非常に注目なんだけど、まずそもそもいろんなね、大学や高校なんかが自主的にいろんなね、まあ、この時代のに、まあ、対応するために変化をしてきてるんですよね、はい。で、僕はね、一個の注目すべきポイントだと思ってるのが、最近ほら高見ちゃん、リスキリングっていう言葉聞いたことない？リスキリング、はい、なんかスキルをもう一回つける。そう、つまり、うん、まあ、僕はリスキリングってカタカナ言葉あんま好きじゃないですけど、うん、一言で障害学習だよね。はあ、つまりこれから変化激しいし、自分自身を常に成長させるためにも大人になってからどん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 学習するっていうことが求められてるんじゃないかと思うんですよね。なるほど。で、そうなってくると大学から見ると一つのポイントになってくるのが、
社会人大学院なんですよ。少し前までは、まあ、よく言われるのがビジネススクールですね、うんうん、あのまあ、いわゆる経営とかビジネスを勉強するための大学院、うん、それからまあロースクール、法科大学院ですね、法律家になるための大学院みたいなものを結構いろんな大学こぞって作って、で結果結構人が来なくて、いわゆる社会人大学院冬の時代みたいなのが結構長く続いたんですよ、はい、ところがね、うんうん、今僕今はまさに早稲田大学の社会人大学院の教授なんですよ ね。早稲田大学ビジネススクール、まあ、本当に今ありがたいことに大人気です。それは何かきっかけがあったんですか？あのですね、すごいいいポイントで、うん、そもそもじわじわと志願者の数増えてたんですね、はい、だけどやっぱり大きく増えたのはこのコロナがきっかけです。うん、そうなんですね。もともとコロナの前は、でも、まあ、早稲田のビジネススクールは、まあ、2倍3倍ぐらいの倍率にはなってきたんですよ。でだんだん、まあ、人気が出てきていて、はい、だけどそれがね一気にコロナで加速して5倍になって、じゃあこの5倍が2倍3倍に戻るかっていうと、僕は実はね、まあ、中の人間なんでそういうのかもしれないですけど、戻らないと思ってます。5倍の倍率続くと、もしかしたらもっと増えるかもしれない。でなんでかっていうと、はい、これが今日のテーマなんだけど、やっぱり障害学習の時代なんですよね、うん、なんで多くの皆さんがこれから不安定で変化する世の中だからこそ、なんか自分をまさにリスキリング、うん、新しい学びを得て自分を成長させて、例えば今いる会社を仮に放り出されても、うん、次のチャンスやもっとより成長できるような機会を見つけたいと。でそれは多分いろんな道があると思うんですけど、ただそこにコロナが来たことでまず通いやすくなった、つまり、うん、オンライン授業が増えたでしょ。なるほど、確かに。なんで多分ね通いやすくなったってのがあると思います、うんうん、そしてもう一つは、はい、やっぱり皆さんがねいい意味で危機感を持ち出したんだと思うんですよね。なんで結構今僕のいる早稲田大学ビジネススクールも、あの来てくださる方っていうのは、いわゆる、まあ、大手企業とか、まあ、別に中堅の会社さんも あのいらっしゃるんですけど、うんうん、はい、の30代、まあ、今までだったら来なかったような方がもうこぞって受けてくれるっていう時代になっていると。で他にも例えば、はい、有名な方だとあれですよね、まあ、同じ早稲田大学になっちゃうんですけど、うん、ちょっと話題になったのはあれですよ、女優の伊藤舞子さん。あ、そうですよね、はい、あのここの常連さんの石山さんの会社の顧問もされてますよね。この浜カフェ常連のね、あの、うんうん、エクサフィザーズの石山さんのところの顧問ですよね、はい、あとですね、あの例えばねアナウンサーの方が結構最近来られます。例えば、はい、テレビ東京の朝の、うんうん、経済番組のキャスターやってる相内優香さん。あ、はいはい、彼女は実は、今年の3月までうちのビジネススクールの学生でした。へー、そうなんですね。で実は僕のゼミだったんです、はい、あ、しかも、はい、へー、まあ、たまたまなんですけどね、うんうん、やっぱりアナウンサーも、うんうん、まあ、だんだん不安定化してるじゃないですか。そうですね。だからやっぱり一段アナウンスだけじゃなくて、例えばそれこそ相内さんの場合はビジネスと経済の知識がつけたかったわけですよね、うん、でそうなるとビジネススクールで学ぶって大事なんじゃないかって来てくれて、本当にすごいものすごい頑張ってましたけ ど。で結果的に多分本人も実感してると思うけど成長して、うん、で今は経済番組のメインキャスターやってるっていう、そういった経緯があったんですね、はい、高見ちゃんどうですか、はい、そう考えると、はい、高見ちゃんなんかリスキリング、例えば改めて大学とか大学院で勉強してみたいなとかある？あ、そうですね、なんか行ってみたいなとももちろん思うんですけど、はい、そのリスキリングをするってっていう意欲があること自体はすごくいいと思うんですけど、うん、それがこう役にどう立っていくかというか、自分のキャリアにどう生きていくかみたいなのが一般の教育とその社会人大学で受ける講義との差になってるのかなというのがちょっと気になったんですけど、めっちゃいいポイントで、うんうん、なので何が起きるかっていうと、うちのビジネススクールに来てくれる学生は、まあ、おかげさまで、まあ、5倍の倍率くぐり抜けるから優秀な人たちが多いっていうのもあるんだけど、熱意がすごいです、だから本当に役に立つことが学びたいし、なんで逆に言うと僕は、まあ、あの教えてる側なんで全く手が抜けないです。すごい、でも熱量の高い方が集まって、うん、しかも切磋琢磨できて、はい、自分をなんか拡張していくみたいな学び方だとすごくリスキリングにとっても良さそうですよね。そうだね、これから僕は本当に生涯リスキリングの時代だと思うんですよ。別に学校に行かなくてもいいんだけど、どっかでやっぱり人間学び続けて成長していかないと、あの自分この変化の激しい時代は結構大変だし、楽しい人生を送るためには学び続けるって結構大事だと思うんですよね。でそう考えていくと、学校の進むべき道っていうのは特定の年代の人だけに特定の教育を教えるっていう時代から、いろんな方とか幅広い年齢層の方に
学びを提供していくっていうことがこれからの学校の価値なんじゃないかなと思ってると。なるほど、はい、でも今日の本題では、はい、今学校経営はどうなってるかっていうところなので、今お話聞いたその早稲田大学ビジネススクールの事例とかもそうですけど、うん、まあ、起業家が神山高専ですね、はい、新しく学校を作られたということで、これはどういう理由からなんですかね。うん、まあ、ちょっとその理由についてまさに今から解説したいんだけどさ、まあ、ちょっとその前にこの曲聴いてからにしない？今日のテーマは学校なので、それにちなんだアニソンです。アニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマ、後ろ指刺され組で後ろ指刺され組。ハイスクール鬼面組はですね、週刊少年ジャンプで連載された、まあ、当時の大人気漫画ですね、はい、で、テレビとしては1985年から1987年にフジテレビで放送されて、原作は新沢元栄さんと、ストーリーは一応高校に通う鬼面組というやたら個性的な顔の持ち主の5人組がいるんですよ、うん、で、まあ、リーダーが一同霊、それから霊越豪、出世清、物干し大、大魔神っていう全然覚えなくていいですけど、まあ、そういうの面白いという個性的な顔の5人組で、まあ、彼らはすごく性格も頭も体質も素行も全部個性的で、まあ、それ以外にも鬼面組に興味を持つヒロインの川由衣、ウルチエとかですね、まあ、そういったキャラがいながら、もう本当にいわゆるギャグ漫画ですね、典型的なギャグ漫画で、まあ、とても人気があったんですけど、なるほど、はい、それが今回の今学校経営はっていうところと、さらに起業家が学校を作るというところとどうつながっていくんですか？起業家がね、そのあるいは経営者が学校を作るっていうポイントなんですけど、これ何かっていうと、神山まるごと高専、はい、実はですね、僕もちょっと今関わることになったんですね。あ、そうなんですか。はい、あそこは実はですね、先生の中に、まあ、起業家講師って言って、うん、実は日本中の結構もう本当に有名どころ の素晴らしい起業家っていっぱいいるじゃないですか、はい、でそういう方々がもちろん毎日じゃないんだけど1年に1遍だか2遍ぐらい行って、そこの高校生に教えるっていうことをやるんですよ。でちなみに神山まるごと高専ってどういう考え方かっていうと、はい、とにかく飛び抜けた人材を集めてきて、で面白い教育を、そしてまあ本当に役に立つ教育をして、まさに未来の起業家を育てたいっていうのが神山まるごと高専なんですね。やっぱりで何が起きてるかっていうと、はい、やっぱり今ね、少し成功した起業家、まさに三三の寺田さんがそうなんですが、はい、彼らがやっぱり次日本を良くするために絶対に重要なのがね、教育だと思ってるんですね。なるほど、教育。なぜかというと、当たり前ですけど世の中も国も社会も人でできてるわけですよね。ということはやっぱり人がよりこう魅力的になるためには、学校が変わって今の時代に合ったより未来型の教育をするのが大事なんじゃないかっていうふうに多くの方が思い出していて、うん、でそう考えるとね、高山ちゃん、例えば、うん、最近他にも注目されているのが立命館アジア太平洋大学っていうのが、うん、学長やってるのがライフネット生命のベンチャーですよね、当時ね、はい、を作って創業して作って、まあ、大変有名なの出口春明さん、はい、方が実は今学長やってるわけですよ。あ、学長になられてるんですね、はい、あそこも、まあ、僕出口さんもよく存じ上げてるんですけど、うんうん、小さな国連って呼んでて、うんうん、世界中から人を呼んで、まあ、本当にねもう日本人の方が少ないんですね。そういうところを九州の大分に作って、やっぱりとても人気あるし企業からもすごい評価されてるんですね。グローバルな学校ですね、はい、でその他にも別の大成功した企業家、長森重信さんですね、日本電産の、はい、この長森さんも今京都先端科学技術大学という大学を、まあ、今経営をされてて、ということはやっぱりその成功した経営者企業家が最後は人作りだと思ってるから、こういう新しい学校や大学がどんどん生まれるようになってきてる。そう考えると僕はこの流れは続いていくんだと思うんですね。だからこれからはもっと起業家や経営者の作る新しい魅力的な学校がいっぱい出てくるんじゃないかなって期待してるということですね。なるほど。ただもちろんビジネスとして成功されてる優秀な方でも教育をやるのは初めてな方が、まあ、多いと思うんで、うん、はいはい、そんなに簡単なことじゃないのかなっていう気もするんですけど、そのあたりはどうなんですか？もちろんその通りで、うん、教育って全然違う話だから簡単じゃないですよね。で、あとはね、率直に言うとややね文部科学省が厳しいんですよ。なるほど。そうなんですね。で、大学はまだそれでも新しい大学が作れるんですね、うん、
だけどね、中学や高校になると結構文部科学省さんがそれを許可してくれるのが難しいと言われてます。へー。なんで、うん、今回も例えば寺田さんも神山丸ごと高専でしょ、あれね、高専はね比較的作りやすいんです。高等学校ではないから。まあそうですね、専門学校と専門学校っていう位置づけだからね、うん、だけどいわゆる高校を作るのはちょっとハードルが高いみたいで、だから僕はこの辺は個人的にはですけど、もう少し文部科学省の方がこの民間の力を利用するというのをうまく考え柔軟に考えていただいて、確かに学校が今多すぎる時代なんだけど、うん、逆に言うと新しい時代に合った学校が生まれて新陳代謝が起きるべきだと思っているので、まあ、そういう意味ではそういった学校がもっとできるといいなと個人的には思ってますね。なるほど。でも今のお話で言うと、うん、今ある学校をより良くしていくっていう方のアプローチもできるのかなとは思うんですけど、はい、そういうのは難しいんですか？あのね、それすごいいい質問で、これちょっとここからはやや踏み込んだ僕の個人的な意見になりますけど、はい、今ある学校を変えるのはね結構難しいです。そうなんですね。はい、なんでかというと、うん、まあ、簡単に言うと既得権益っていう方はすごい良くないんですけど、つまり今いるその先生方や学校の事務の方っていうのは今ある学校の仕組みに慣れてるから、それを変えるっていうのはやっぱりすごい気持ち的にも抵抗があるんですよ。なるほど。考え方的に、うんうんうん、今それなりにやってるわけだから、うん、でなんで我々変んなきゃいけないんだって、これはまあ思うの当然じゃないですか。確かに。でこれが純粋な企業経営だとどうなるかっていうと、うん、ちょっと大胆に言うと会社には人事権があるから、本当に会社をこっち側に新しい方向に変えたいのに変えられないんなら、ちょっと悪いけどうちの会社辞めてくださいっていうこともできるわけじゃないですか、うんうん、そうですよね。だけどなかなか学校の世界ってそんな簡単になってないんですよね。なるほど。でそう考えると結構ね、既存の学校を変えるのはもちろん期待してるんだけど結構難しい。それは僕も実際早稲田大学の中にいて思います、うん、でだからこそ新しい学校や新しい学部を作った方がいい。新設していくしかない、はい、っていう、ね、例えば今早稲田大学ビジネススクールですごく注目、うん、早稲田大学ですねすごく注目されているのは、一つは僕が言ったビジネススクールですね、うん、でこれもできたばっかりなんですよ。あ、そうなんですね。比較的歴史は短いです、うん、で先生方も半分ぐらいは実は実業家の方々です、もともと。だからどんどん変えようっていう気概もあるんですよ、うん、だから結構新しいことができてる。確かにおっしゃると、もう難しいことがあるんだけど成功例もあるから、ぜひ高見ちゃんが言うように変えてほしいなと思いますね。なるほど。なんかいろんなアプローチが増えてくるといいですよね、うん、はい。で、まあ、学校っていうことでなんかいろんなことをもっと考えられたらっていうのはあるんですけれども、なんかおすすめのアニメだったりするんですか？高見ちゃん、じゃあ最近だんだん僕のこのアニソン好きに共鳴するようになってきたっていう、はい、そうですね。あとなんかどうつながってるのかとか、こう多面的に物事を見れるようになるのはすごく面白いコーナーだなと思ってます、うん、なるほどね、はい、というわけで、じゃあちょっと高見ちゃんのおだてによってですね、今日はもう一曲これちらも学園ものっちゃ学園ものなんですよね、うん、アニメ先駆け男塾のオープニングテーマ、一世風靡セピアで汚れちまった悲しみ。というわけで、はい、先ほどの鬼面組ジャンプで、連載された漫画原作なんですけど、こちらの先駆け男塾ももう僕の世代の男性はまあみんな知ってる大人気漫画ですね、うん、週刊少年ジャンプで長い間連載されていて、テレビアニメとしては1988年にフジテレビで放送された、大人気漫画でありアニメ、原作は宮下明さん、まあ、ストーリーはですね、塾長の枝島平八のもと日本全国からはみ出し者やならず者を集め、真の男、この男は漢字の漢と書いてあることですねに育て上げる男による男のための男の学校、男塾ね。世間一般では物騒極まりないことであっても男塾では当たり前、筋肉がうなり血と汗と涙が飛び散り、よくわからない憲法の奥義が乱れ飛ぶ、たゆまず男を磨く野郎どもにとっては日々息をすることですら戦いに他ならない、彼らは無事に卒業することはできるのかっていう内容なんですけど、まあ、早瀬がねめちゃくちゃなキャラがいっぱい出てきてめちゃくちゃに戦う漫画です、はい、バトル漫画みたいな。あ、でもねキャラクターがねほんとむちゃくちゃで、ストーリーももうしょっちゅう言うと高等無形なんですよ。あ、そうなんですね。高等無形ぶりが突き抜けすぎてかえって面白いっていう、バトル漫画なんだけど結果見てる方、読んでる方はギャグ漫画にしか思えないっていうぐらい高等無形でまあただ僕たちの世代、僕の世代はもうみんな知ってる漫画なんでちょっとかけてみたと、まあ、まさに学園ものの極端なパターンってことですよね。
なるほど。これ見どころで言うと、まあ、今回の神山高専と絡めるとなんかやっぱならず者じゃないですけど、はいはい、こう尖った人が集まる学校というところが今回の番組とも似ているというか、実はね、はい、この男塾は途中で終わるんです、まあ、途中というか、まあ、男塾の世界で終わるんですけど、うん、続編みたいなのがあるんですよね最近、はい、で実はそれも見ると、剣桃太郎当時の主役だったは実は今の設定では成長して日本の首相をやってます。でそれ以外のサブキャラクターのメンバーも大企業の社長だったりとか起業家として成功してたりとかっていう風になってるんですよ、うん、つまり何が言いたいかっていうと、はい、まさに寄せ集めのならずもを集めてまさに多様性が高いんですよね、うん、でそういう中で本当に自由奔放にやらせてたらそういう人たちが成長したら実は日本を支えるような人材になったっていう意味では実は神山高専が目指していることとも近いのかもしれないなっていう。確かにもしかしたら学べることもあるかもしれない、はい、ということで、だから神山高専は現代の男塾かもしれないっていうそれは分かんないけどねでも本当男塾がマスター大好きですからね、はい、もう何回も本当にお好きなんだなっていうのを伝わってきます。たがやみちゃん、というわけで今日は学校特集ということで2人で話してきましたけどどうでした？そうですね、やっぱりこう新しい取り組みが求められていること自体はなんとなく理解してたんですけど、うん、具体的にお話聞けるとあこういうアプローチもあるんだっていうのがすごく勉強になりました、ね、というわけでいろんな変化に期待したいですよね、はい、ただところで先日ニュースで東京工業大学と東京医科歯科大学が統合する計画があるっていうニュースも見たんですけど、それも生き残りのための戦略っていうことですか？うん、そうだね、あのこれも、まあ、東京工業大学という、まあ、工科系ではもう本当に日本で最もね、うん、まあ、有名というか優秀な大学と言われていて、医科歯科大学ももう医学の世界では最高峰の大学なわけですね。ここが統合するっていうのはものすごいインパクトで、おそらくまさにそういったこれから大学もっともっと変わっていかなきゃいけない、良くしていかなきゃいけないっていう、まあ、問題意識と危機感の表れだと思うんですよね。でどちらもいわゆる理系の大学じゃないですか。確かに。と考えると多分これから理系の最高峰の大学を目指すっていうことを考えてるんじゃないかなと思うんですよね。でこれから特にいわゆる医学の分野と工学の分野が結構融合する可能性もあるわけですよ。だって例えば医学の世界でも今デジタル技術がどん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 入ってきてると考えると、実は東工大でもデジタル技術はいっぱいやってるでしょうし、はい、また逆に医学的な知見が東工大が今までやってたような、まあ、工学とかさまざまなところに影響する可能性もありますよね、うん、だからそういう意味ではこの東工大と医科歯科大の統合にも僕はすごい期待してますね。なるほど、はい、実はねそれ以外にもこの東工大と医科歯科大の統合にはねもう一つ別の側面があるとも思ってんだよね。でどんな別の側面なんですか？聞きたい？はい。その側面とは、その側面とは時間がないのでまた来週。じゃあお疲れ様。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。また今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、 YouTube やポッドキャスト、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。ここでお知らせです。11月24日木曜日、浜カフェとフジテレビの公式 YouTube 番組、仕事好きリーダーたちの思考法入門編が初のコラボイベントを開催します。会場は文化放送メディアプラスホール。完全リアルイベントのため配信などはありません。詳しくは番組ツイッターをご覧になるか、カタカナで仕事イノベーションと検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今学校経営は、出演は見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。